どうも皆さんこんにちは、エマーシです。今回は前回、以前紹介した痛恨会心のディアブロランスの装備紹介したんですけれども、そちらよりも安定した火力が出せる装備が、できましたので、そちらの方を紹介していこうかなと思います。ただしこの装備を運用するにあたって、弱点特攻レベル2のついた護石が必要となってしまいますので、そこだけご了承ください。まだ持ってないよという方に関しては、有限のマカレン球を回していただければ、一応一番上のね赤色の護石でももちろん出ますが、青色の1個ランク下の青色の護石でも弱得レベル2は出ますので、そこで厳選していただければな、厳選っていうか何回もね周回していただいて出していただければなと思います。では早速装備の紹介移っていきましょう。使っているものは毎回おなじみのディアブロス、そして頭がボロス S ヘルム、胴体がバイク S メイル、腕がレウス S アーム、腰がクロムメタルコイル、足がインゴット S グリーブという形になっています。発動スキルに関してはこんな感じ、攻撃が7、見切り4、攻めの姿勢3、飛び獅子を高速化3、弱点特攻レベル2という形になっています。他ね、3つ発動しているんですけれども、ここは別にそこまで気にしないでください。少なくとも大事なのは上の5つが発動しているということになります。前の、痛恨ディアの方に関しては、まあ、ドンキが入っていたり、心眼が入っていたり、あとはなんだ、まあ、ガード性能3が入っていたんですけれども、こっちは逆にガード性能を捨てました。その分会心率を持っているという形になります。見切り4をつけることによって、20% もらえますので、弱点特攻2で 30% で、合わせて 50% の、弱点部位45以上の肉質に当てれば 50% 以上もらっている。そこに、お供のファイトを入れることによって強化方向で会心率を上げて、平均だいたい 50% 前後なのかな、会心率を出すっていう、そういった編成となっています。まあ、ガード性能がついていないので、不安っていうか、ちょっと心配になる方もいらっしゃると思うんですけれども、もちろん、ノックバックという部分も増えますし、スタミナダメージ量も多少やっぱ増えてしまいます。多少っていうかスタミナは結構削れてしまいますね。なので通常のカウンターの、ばっかりしているとさすがにちょっときついんですが、今作アンカーレイジという、まあ、スタミナも減らないし反動なしでカウンターできる、かつ今回はガード性能がついてないので、ほぼほぼの攻撃を攻撃力 1.15 倍もらえる。だから、いいタイミングで、ジャストのタイミングでアンカーレイジを発動させれば、主性の 1.15 倍と今回のアンカーレイジの 1.15 倍両方もらえるという感じですね。なのでアンカーレイジをもらう、常にもらっていく形となります。そしてジャストで姿勢が発動させるタイミングでアンカーレイジを使っていって、かなり高い火力を出しながら戦っていくという、そういう編成ですね。で今回は玉三つに行くんですけれども、ラージャンとかのモンスターでも全然戦えます。ただしラージャンと戦う場合はやっぱり安定性を求めるなら、心眼とかガード強化とか入れといた方がいいと思いますので、見切りですね、見切りのところを除いてその2つを入れていただければなと思います。一応ディアブロランスは青ゲージが、まあ、長いんですけれども、こんな感じでね長いんですけれども、若干エリア移動までに、モンスターのエリア移動までにこの青ゲージ維持はちょっと難しいので、ちょっとまあなんだろうな、会心率を落としてもまあこの青ゲージもうちょっと欲しいよという方に関しては、レウス S アームのところをマガイマガドの腕にしていただければ、ニスローがついて、しかもね匠が2つくので、エリア移動まで青ゲージで戦い続けることができます。その代わり、この見切りの部分を入れることができないので、見切りを削って全部攻撃を入れるという形ですね。その編成だと逆にラージャンとか連れていけないので、そこだけご注意ください。では早速、火力の方を見ていきましょう。では今回、玉見つれに行きたいと思います。短期催眠術怪力の種、粉塵が発動しているという形になります。冒頭でも言ったみたいにアンカーレイジ運用が基本となりますので、どうしてもルテン好きが使いたいという方に関してはジャストガードと組み合わせてみましょう。まあちょっとやっぱ難しいので、まあジャストガードとルテン好きの運用は、ルテン好きは基本発動しないと思います。基本発動しないから、やっぱガード性能ないからね、ノックバック大きくて、だからルテン好きはもう封印して、もうダウンジ以外は封印して、で基本はジャストガードで立ち回るみたいな動き方がいいですね。
まあ、それを踏まえてもやっぱりまずはこのアンカーレイジ型を使ってほしい。なんでかっていうと2つ理由があります。1つはアンカーレイジの敵の攻撃のシビアなタイミングでやっぱ発動させなきゃいけないから、ジャストガードに通ずるものがある。だからこのアンカーレイジで姿勢発動させるタイミングで慣れていくと、後々ジャストガードが使えるようになってくるっていう部分が1つ目で、2つ目がアンカーレイジって、赤、オレンジ、黄色ってあるんですけれども、赤色は反動なしで、オレンジはガードした時にちょっと反動あるで、黄色はもうめちゃめちゃ反動あるっていう、そういう判定で、まあ、この倍率の色が変わってくるんですけれども、赤色の時、そしてオレンジ色の攻撃はルテン付きがガード性能なしでも発動するっていうことにつながるんですよね。なのでそういった部分でもまずはこのアンカーレイジ型に慣れていただきたい。でちなみに今回入れ替え技を、シールドチャージから突進通常に戻しています。これは玉三つ戦でアワワトイとかダウンした時にね、ハンターから遠く離れてしまうので、シールドチャージャーと玉三つのところまで行けないんですね。なんかダウン時に全く攻撃が当てられないので、今回はアンカーレイジと、通常の突進の運用で戦っています。こういった風に、ランスはモンスターによって、狩り技を入れ替えた方がとても戦いやすくなるんですけれども、そちらに関しては自分が別の動画で紹介しているので、このモンスターどの狩り技で行ったらいいかなって悩んでる人はこちらを、参考にしてみてください。というわけで、今いろいろね、ダメージ見てもらってるんですけれども、かなり高い火力が出ていると思います。アンカーレイジとか主星が5つ上に発動すると、まあ270とかね、ため投げ払いで300が、後々出るようになるので、そういった部分でも、まあ、痛恨ディアよりは瞬間的な火力はもちろんね、あっちの方が出るんですけど、こっちは基本的な、ずっと、まあ、均一して安定した火力が出るというのはこっちの持ち味なので、ぜひぜひ試してみてください。で先ほどの突進はね、まあ、いつもシールドチャージを使っているので、突進イコールガード判定みたいな感覚で使ったら、やっぱ通常のガードはガードっていうか通常の突進は、突進中ガード判定ないので、そういった部分で食らってしまいました。でこんな感じで、青ゲージは結構戦いの中でなくなってしまいますので、まあ、総流のところで使ったりとか、もしくは、まあガルクに乗ってね、研いだりして、青ゲージを、まあ、維持していただけたらなと思います。まあ、ここも壁判定じゃないところに、突っ込むというミスを、まあ、結構今回ミス多いですね。ミス多いんですけれども、一応ここまでミスしてても玉三つに対して、まあ、5分以内に枯れてるので、4分後半で戦えてるので、まあいいかなと思って、今回、動画として採用させていただきました。で、シールドチャージを使ってないのでスタンも取りづらいかなとか思ったんですが、玉三つ戦だとこっちの火力が高いから、まあ、めっちゃダウンするんですよね。でめっちゃダウンするから、そこにガルクとかオトモがちゃんと頭とかに攻撃してくれると、スタンとか取ったり、あと麻痺状態、今回麻痺状態にならないんですけど、麻痺状態は比較的早く玉水先生はなってくれるので、そういった部分でも状態異常系をお供に持たせるとかなり強いと思います。そんな感じでもう弱っていますね。あとは何かな、言いたかったこと、伝えたかったこと、まあ、ガード性能なしでも全然やっぱ戦えてるっていうのが伝わったかなというのと、あと修練場で、一応火力検証をしてきました。メカ四つ見ワードですね。でそうしたら、会心なし、会心が発動しなかった時、上段で82ダメージ、3突き目で101ダメージ、ため投げ払いで267で、それ会心が出ると上段でもう100超えてきますね。103、3突き目126、ため投げ合いで327、そして会心あり、そして主星とレイジももらった場合は上段でもう121で、3突き目で149で、ため投げ払いで386と、もう G 級装備みたいな火力が出てますけれども、まあ、あくまでメカ四つ見ワードの頭は肉質が100あるみたいなので、まあ、ライズにはね、肉質100のモンスターはいませんから、あれとこのダメージと同じものは出すことはできないんですが、後々、アップデートで強い防具が来た時に、まあ、ここまで火力がもしかしたら間に合うかもしれない。なのでこのため投げ払いで386というのも夢じゃないかもしれませんね。というわけで、新しい、まあ、ランスの装備紹介となりました。ガード性能なしっていうか、ガード性能を切るのが、まあ、今後どんどん、
まあ、デフォルトになっていくのかなと思いますので、皆さんもこの装備使ってみてください。火力気持ちいいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。